ヨ務ム運動。ヨ務ム運動は、中国の新朝末期、1860年代前半から1890年代前半、ヨーロッパ近代文明の科学技術を導入して、新朝の国力増強を目指した運動。自強運動とも、新朝の高級官僚であった、祖国藩、李光章、佐相棟、劉明殿、蝶のホララが推進者。 1840年から1842年にかけてのアヘン戦争、1856年から1860年にかけてのアロー戦争、第二次アヘン戦争によって、清朝は近代ヨーロッパの軍事的優位を痛感した。また、1851年より国内で起こっていた太平天国の乱でも祖国藩、李工省らが組織した共有、将軍、Y 軍や、 列強に組織された上昇軍が新朝正紀軍である八旗に代わって鎮圧の主力となった。この時期、議言は、開国寿司、1843年初判、1852年増保で、シエビスの長技も、誠意、西洋人の進んだ技術を用いて、西洋人を制すると主張し、表敬奮は、航路講義で、異中国の林下たな京ため原本。 タスクイ諸国不況の術、中国の倫理を基本として、諸国の不況の技術で補うを主張した。太平天国では、天慶寺変後に、香港から合流した、郝仁氏が、1859年に、天皇、郝修禅に、市政新編を建議した。政治、経済、社会の全面的近代化を訴える、この建議書が実行に移されることはなかった。 敵側の祖国藩の幕僚、超列分断に強い印象を残した。皆、豊か十年十二月2一日、千八百六十一年一月十一日、共振の植木県は、桂良、文章と共に、トーリヒカル・エビス・ツトム全局舎区議章帝六条を上奏し、業務運動の開始を宣言した。業務運動のスローガンは、中大西洋。つまり、 伝統中国の文化や制度を本体として、西洋の機械文明の利用を目指す。日本の明治維新期の文明開化における和魂要塞と同種子の言葉である。なお、要務という語は、この運動が元来は解剖を任務とする外国人に対する事務であったことに由来している。それまでの中国は、対外関係において儒学に基づいた、改秩序を形成していた。そのため、 ヨーロッパにおける主権国家体制と異なり、条約を通じた対等な国際関係を形成しなかった。対等な外交事務を正式に行う役所は存在せず、こうした業務は主にリハインの管轄に置かれ、エビスムと称された。しかし、アロー戦争の敗北により、主権国家体制に組み込まれたことで、外交を管轄する総理各国事務が門、総理画門が設置された。また、 天津条約により、公文書などに、エビスの字の使用が認められなくなったため、エビスムという表現を、ヨウムと改められた。運動の第一段階は、太平天国を鎮圧することであり、大量の銃砲や軍艦を輸入するだけでなく、ヨーロッパの近代軍備を自前で整備するために、上海の江南製造局に代表される武器、製造省や造船省を地に設置した。他にも、 電報局、製紙章、製鉄章、和船局や陸海軍学校、西洋書籍翻訳局などが新設された。これらの改革は時期の早さでも規模の大きさでも日本の明治維新に勝っていた。例えば日清戦争以前、1888年に編成された中国の北洋艦隊、北洋水士は規模や質において日本海軍を 上海アジア最大の艦隊であった。長崎事件や更新政変では、日本は清しに外交的、軍事的に敗北している。しかし、ヨウム運動は明治維新と大きな違いがあった。明治維新は、封建制を否定して、西欧の立憲君主制と同様の政治体制を目指したのに対し、ヨウム運動は成長を頂点とした儒教に基づいた。 政治体制をのまま維持しようとした。宮廷では、業務派は常に、主級派と衝突し、1880年代半ば以降は、共振の植木県らの勢力が主級派に圧倒され、改革の勢いは衰えた。1884年から1885年の、清志フ戦争での苦戦は、新軍の旧隊以前の体制が、 時代遅れとなっていることを示し、1894年から1895年の日清戦争での敗戦をもって30年余りのヨウム運動の挫折は明らかとなった。現代では技術的な面のみ取り込んで急兵な政治制度、軍政は守ろうとし、合理主義などのヨーロッパ近代思想を取り込むことに失敗したために結局頓挫したと評価される。 しかし、例えば、町の洞の製鉄所や鉱山、鉄道の整備など、広大につながる成果を残しているものも多い。1861年3月11日には、新朝政府に外交機関である、総理各国事務我門が設置された。また、対外関係のうち、通商事務には、天津に置かれた三口通商大臣、1870年に北洋通商大臣と解消され、 直霊総督兼任するようになったが当たった。また1844年に、広州に設立された国地通商大臣画門が、上海に移され、下中、河南の対外通商に当たった。1866年には、南洋通商大臣となり、両高総督が兼任した。関税などを管理する大振興課改還総税無視、現在の中国税関の前身は1859年。 両校総督、何勝ら清志が、イギリス人ホレーショネルソンイ、中国、明、リアス四国を総税無視に任命し、機能していなかった、上海の税関機能を再建したことから始まった。1861年には総税無視は、新朝政府中央が認める機関となり、1865年には、北京に移転している。1870年に、李工省が、 北洋通商大臣に任じられた後は、総理我門の機能は次第に縮小し、外交事務は天津にいる李交省が処理するようになった。1881年以降は、李氏朝鮮との外交も、朝工国との関係を扱う例部から、北洋通商大臣へと移管され、作法体制下では控えられていた内政や外交への干渉も強められ続国化が進むようになった。 ヨーム派は、自供をスローガンとし、重工業の技術を西洋から取り入れるほか積極的に技術者を登用し、各省に最新の軍事工場、兵器省や造船所などを成立させた。太平天国の乱の最中の1861年に、将軍の祖国藩が暗器省安喜びに気づいた安喜び内軍会所は、 西洋からの技術移転なしに設立された最初の軍事工場で砲弾や蒸気機関などを作り、太平天国軍との戦争を得た。1864年に南京が陥落すると工場は南京に移され、後に金陵機器製造局に合流した。その他、高志圧が天津に設立した天津機器製造局。1867年。 理工省が上海に作った江南製造局、1865年、都南京に作った金量機器製造局、復讐に、佐相島、陳主ゲルミキラが作った復讐船、政局、1866年、佐相島が西安に作った西安機器局、1867年設立、1869年完成、などが1860年代の主な軍事工場である。 生産管理方式は、新朝の官僚主義に基づく、旧式の管理方法で、加えて生産された品は、政府だけが使用するため採算は度外視されていた。こうした、軍事工場から、利順は、ほとんど得られず、施設を維持、拡大し、生産を継続するための資本を蓄積できなかった。ヨーム派は官僚を、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどへと派遣して、兵器や、 軍事装備を購入し、四つの近代海軍、北洋水士、南洋水士、関東水士、福建水士を建設した。特に、李工省が建設した、北洋水士、北洋艦隊は旅順及び、異海へを要塞化し、鉄鋼戦艦、庭園及び、鎮園をドイツから購入した。これらは極東においてとんかず、火力とも最大の艦船であり、 これに匹敵する戦艦を持たなかった日本では脅威と捉えられた。だが、総理海軍事務我門が海軍を統括すると予算問題が発生。海軍我門は岩縁建造に予算を使い込んだため、北洋艦隊は設備更新や艦隊新規購入ができず老朽化した。日清戦争で北洋艦隊は公海海戦で日本海軍連合艦隊に大敗。 以海へに逃げ込んだが、そこも日本陸軍に占領され、以海への戦いで、北洋艦隊は壊滅した。敗戦により、ヨウム運動の失敗は明らかとなり、李口省も責任を問われ失脚したが、三つの海軍は残され、後に、巡洋艦隊、長江艦隊に統合された。ヨウム運動開始当初の軍事工業建設は、大量の銀を投じたもの,の官僚主義的な管理が、 わざわいして、経済的成功は収めず、さらに軍事工業が必要とする原料もたちまち、不足した。1870年代以降、ヨウム派は今度は、旧富をスローガンとし、軍事工業を支える、民謡工業を進行するため、再び資金集めを始めた。市場の需要に応じるため、民謡工業の産品は、非常に多く、さらに近代資本主義工業の特徴を備えるように、 なった。李光賞が、河北省海平、現在の東山市に作った、海平炭鉱、1878年、蝶のラが、湖北省武省に作った湖北職府局と関陽に、作った、関陽鉄省、1894年完成、佐藤等が、関粛省蘭州に作った蘭州製造局、西安機器局が1872年に、蘭州に移転したもの、別名。 完縮製造局とランシー危機式局、別名、完縮式、総局などが、この時期の民主企業であり、これらの工場が算するセニ製品、機械などは、中国経済全体からは、わずかな規模に過ぎなかったものの、外国資本の輸出品が、中国市場を制圧することを、一定程度押しとどめることに成功した。また李工省は、外国人が独占していた、蒸気船による、 内陸、沿岸の水運を中国人の手で運営するため、民間の資金を集めて、上海に中国発の近代的海運企業、ワフネ招き商局、1872年を作った。海兵炭鉱やワフネ招き商局に典型的なように、官僚は経営はせず監督をし、大商人などの民間が出資して経営する。 カン韓ショーベンという反韓反民の経営形態が多く取られるようになった。用具派は中国各地に30カ所余りの近代新式学校を建設し、科学、軍事、翻訳などの人材を育成した。復讐に開かれた海軍学校、船生学堂、1866年設立は、卒業生を北洋水師などへ送り出した。また著名な翻訳機関には、 軽指導文八1862年設立がある。こうした教育機関、研究機関が、万国広報、国際法の外説書など、西洋の書物を翻訳、出版し、声楽の普及に努めた。さらに1872年から1875年までの4年間、毎年アメリカに30名の少年、平均年齢12歳を留学させた。この事業は年で終わり、 当初15年間を予定していた留学期間も短縮され1881年に全員に帰国命令を出している。しかし彼らはアメリカで言葉の壁や体制の違いを乗り越えて優れた成績を収め大学にも進んでおり多くが後に中国の政界、産業界などで活躍した。ヨウムハは1879年に天津と王子の間に 中国最初の電信路線を敷設し、電報事業を始めた。電報事業を起こすことを理工省に提言した森旋会により、1881年には電報総局が開設され、上海から天津までの電信線も建設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。